こんにちは、シェア畑サインアドバイザーの三平です。今日は初心者でも簡単にできる豆苗の再生栽培について紹介したいと思います。用意するものがこちら、豆苗ですね。あとこちらの器、これ今回は透明の器でやってるんですけど、お家にある豆苗が入るサイズであればどんなものでも大丈夫です。こちらは2つ使っていきます。今回やるのがこちら豆苗ですね。あともう一つ同じちょっとスプラウトっていう仲間で、こういった貝割れ大根があるんですけど、豆苗は再生栽培ができるんですけど、実はこちらの貝割れ大根の方は再生栽培できないので、こちら注意してください。今回こちら豆苗でやっていきます。実際に豆苗の方を切っていきたいと思います。でこれ切る時なんですけど、こちらの豆苗だいたい下から3センチぐらいのところですかね、それぞれにちっちゃな芽があると思うんですけど、実はこの芽がですね、次に再生してくるポイントになります。なのでここをなるべくこういうちっちゃな芽をですね、残していただくように、切っていただければと思います。こういうものですね。それでは切っていきます。はい、こんな感じですね。だいたい2センチから3センチぐらいで、さっき、紹介したこういったちっちゃい芽残ってると思います。はい、これを実際にやっていきます。じゃあ実際に再生栽培をやっていくんですけど、まずこちらの容器に入れていただいて、でお水の量なんですけど、だいたいこの根っこの部分がですね、ひたひたになるぐらいお水を入れていきます。じゃあお水を入れていきます。はい、だいたいこれくらいですかね。根っこが浸るぐらいお水を入れます。はい、じゃあ最後管理の方法についてなんですけど、今お水入れたと思うんですけど、こちらお水は毎日交換してください。置く場所としてはなるべく日が当たっているところの方が、いい生育しますので、日当たりのいいところに置いてください。だいたい1週間から2週間ぐらいすると、10センチぐらい伸びてきますので、伸びたら、収穫の方していただければと思います。で豆苗は2回ぐらい、再生できますので、今回また伸びたのを切ったら同じ作業をすればもう2回ぐらい、収穫していただけます。だいたいここから1週間ぐらいですかね、するとこれくらいのサイズになります。こうなったら下の方また3センチぐらいのところで切っていただければ、もう1回収穫できますので、うまい人だと2回から3回以上再生できたりしますので、ぜひおすすめになってます。ということで、今回豆苗の再生栽培について紹介させていただきました。豆苗ですね、1週間ぐらいで収穫できますので、お家でも簡単にできて、お台所の片隅だったりとかでもできるので、ぜひ皆さん挑戦してみてください。ということで、以上シェア畑サインアドバイザーの三平でした。チャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。またね。